はい、どうもこんにちは、渡辺です。今日はですね、9月24日の土曜日ということで、今日はですね、Amazon のタイムセール祭りがスタートしました。今回がですね、9月の27日、火曜日、23時59分までやっておりますので、要はもうだんだんね、この秋に入ってきたわけですけども、この秋のタイムセール何があるのかですね、チェックしてみましたので、まあ、これ良さそうだなと思った商品とかね、紹介していきたいと思います。では行きましょう。はい、ということでタイムセール祭りということでスタートしました。今回は、こちらですね、まあ、4日間限定ですよということで、キャンペーンにエントリーするをしていくと最大 10% ポイントアップになりますよと。でプライム会員だと 2%、 アプリだと 0.5% で、マスターカードで購入すると 3% っていう形でポイントアップしていきます。まあ、これタイムセールの対象外の商品でもね、ポイントアップの対象にはなるので、まあ、日用品とかですね、まあ、消耗品とかです、まあ、そういったものも買っておくっていうのはね、結構いいんじゃないかなと思います。はい、ではですね、タイムセール商品チェックしていくんですけど、まずこちらですね、これ先日レビューしたばっかりの、OPPO ANCO AIR 2 PRO っていうですね、OPPO の、新型の完全ワイヤレスイヤホンになっていまして、これですね、もともとコスパ重視のイヤホンなんですよね。で、まあ、ノイズキャンセリング、外音取り込み入っていて、で、今回 12.4 ミリの大型のドライバーも入っていて、まあ、そこそこ音質もいいですし、ノイキャンもしっかり効くと、まあ、一通りの機能がバランスよくね、使えますよっていう、ね、タイプの、まあ、イヤホンになってます。で、これやっぱり価格がですね、通常価格でも8480円となるんですけども、今回もこれ早速タイムセールになっていまして、18% オフとなっています。なので6936円というとこですね。まあ、これ最近の中では結構コスパが高いイヤホンだと思いますので、まあ1万円以下でねイヤホン購入したいという方はこれチェックしてみるといいと思います。まあ、特にこの OPPO のスマホを使っている方はやっぱりこのクイックペアリングとかも対応してますので、まあ、OPPO との相性っていうのは抜群にいいのかなと思います。はい、では続いてですね、こちらですね、 Xiaomi のスマートバンド7ですね。まあ定番のスマートバンドになっています。こっちは新型ですね。まあ、今回ディスプレイサイズが大きくなったので、まあ、さらに見やすくなったよっていうところで、まあ、年々ねこのディスプレイ周りとかも、ね、進化している、まあ、スマートバンドになってます。まあ、機能とかもちょっとずつ増えてまして、もう血中酸素とかも測れるし、110種類以上の、ね、スポーツとかも対応しています。まあ、測定機能とかも、まあ、十分使えるものになってますので、まあ、やっぱり1万円以下っていう価格帯で購入できるスマートバンドとしては非常に優秀なものになっています。最大14日間バッテリーが持続するので、まあ、充電のことを、ね、気にせず使えるっていうのもポイントですね。だから、まあ、スマートバンドデビューしたい方ですね、運動とか健康の管理をしたいなって思ってる方の、まあ、デビューの一本としてちょうどいいのかなと思ってます。でこちらが今回タイムセールで 10% オフで、6280円というところになっております。はい、どんどん行きましょう。結構最近のね新しい製品多いんですよね。まずこちらですね、Xiaomi のこれ POCO F4GT ですね。これもまあ購入してレビューしたんですけども、まあこれゲーミングスマホですね。で、まあポイントなのは中に入っている SOC がですね、スナップドラゴン8 Gen 1が入っているので、まあハイエンド級の、まあ、性能が入っていると。でディスプレイも 120Hz のリフレッシュレート UQL になってますし、クワッドスピーカー搭載されていて、音質もですね、まあ、かなりいいんですよね。でバッテリーは 4700mAh で、まあ大きいバッテリーが入っていて、なおかつ Xiaomi のですね、まあ、120W のハイパーチャージに対応しているので、ものすごい速度で、まあ、17分で0から100% まで充電できるっていうところになってます。でその充電器とケーブルも付属してきます。であとね、このゲームのコントローラーみたいな、あのマグネット式のですね、ポップアップトリガーが、ついてます。なので、まあ、ガチャッと出してですね、こう持つんですよね。まあ、要は実機あるんですけど、こちらですね、ここに、ボタンを出すことができて、ここにこういうね、まあ、ゲームのコントローラーでいう LR みたいな感じで押せるボタンをね出すことができます。でこれをまあゲームとかに割り当てて使えたりするので、まあスマホ単体で、まあ、ゲームがかなり快適にできます。まあそういったねスマホになってまして、 RAM が 12GB、 ROM が 256GB のモデルになってます。でこちらがですね、今回 15% オフで 72,080 円というところになります。まあ、 あの性能を考えるとね、この価格はちょっと恐ろしいぐらい、まあ、安いんですよ。まあそれこそ他の他社のね、スナップドラゴン 8Gen1 の、まあ、ハイエンド級のスマホって言ったら、まあ10万円台後半とかね、するぐらいのスマホも結構たくさんあるぐらいなので、まあ、相当コスパのいいスマホになってます。まあ、弱点としては、まあ、日本仕様には対応してないってとこですかね。うん、お財布携帯とか防水とかね、
そういったところはないというところになるので、まあ、そこだけね注意点かなと思います。はい、続いてこちらもですね、先日レビューしましたファーウェイのフリーバッツプロ2ですね。こちらもですね、今回まあ大きく進化してまして、まあ、ノイズキャンセリング、外音取り込みとかも、まあ、ハイエンド級というか、まあ、しっかりとトップクラスの、ね、性能が入ってますよというところに加えて、今回音質もかなり向上していてですね、デビアレっていうね、ブランドがチューニングした音を楽しむことができるイヤホンになっています。で、マルチポイントにも対応してますし、まあ、本当に今求めているような機能が全部入ったイヤホンというところになっています。で、さらにコーデックは LDAC に対応しているので、LDAC に対応している Android のスマートフォンとかで、まあ、ハイレゾ相当で音楽を楽しむこともできるというところで、まあ、その辺のコーデックのですね、メリットも、まあ、あるということですね。で、一応こちらがですね、まあ、もともとね、これだけの機能を考えるとね、価格は高くはないなと思ってたんですけども、今回 11% オフで 23,800円というところになってます。まあ、特選タイムセールですね。で、こちらシルバーフロストで、シルバーブルー。このカラーもね、かなり可愛いなと思ってますね。で、あと、一応、セラミックホワイトの3色展開という形になります。まあ、これもですね、まあ、完成度かなり高いので、まあ、今年の完全ワイヤレスイヤホンのランキングとかでも、まあ、入ってくる可能性あるなというふうに思ってます。はい、続いてですね、こちらですね。これは、先月だったかな ?8 月頃にですね、レビューをしましたけども、これ、エコバックスの D-BOT X1 Omni っていう、ロボット掃除機になってます。で、これがですね、まあ、ものすごいんですよ。まあ、レビュー動画見ていただければわかるんですけど、もう最近のロボット掃除機ってね、何でももう1台で完結するみたいな作りになってまして、まあ、吸引はもちろんですね、ホコリを吸引するとかはもちろんなんですけども、それと同時に、モップを使って水拭きします。で、水拭きをして、まあ、次メンテナンスといったら、このモップのメンテナンスが必要になるんですけど、こちらはですね、このモップのメンテナンスも自動でやると。この本体の上側を使ってですね、モップも自動洗浄するっていうね、ところになってます。で、自分でやるのは何をするのかっていうと、汚れた水を交換するぐらいですね。汚れた水を捨てる。で、空のタンクを入れる。で、まあ、綺麗な水を、まあ、減ってきたら入れ直すっていうぐらいです。それも毎回やる必要はないので、この掃除の手間がかなり少ないっていうのがポイントです。ただこちらですね、まあ、価格が、まあ、これフラッグシップの、ロボット掃除機なので結構高くてですね、これが19万8000円なんですけども、今回こちらがですね、タイムセールで 25% オフ、4万9000円オフの14万9000円というところになっています。まあ、中身の構造はこんな感じですね。こうやって、こうモップとかをね、熱風乾燥していくっていう感じで、まあ、使っていくみたいですね。はい、続いてこちらですね。CIO のノバポートトリオ 65W の、充電器になってます。急速充電器で、まあ、世界最小級の超小型の充電器になってます。ということで、これももうね、最近何度か紹介してるんですけども、今回もタイムセールになっております。5478円のところが4380円、 20% オフになってます。まあ、めちゃくちゃ小さいんですよね。一応サイズで言うともうこれですね。この小ささで 65W 出ます。で、さらに、3つポートがあるので、まあ、3つ同時充電できるというのがポイントです。まあ、年々この充電器もね、すごくコンパクトになってきてて、どこまで行くんだろうっていう感じなんですけども、今のところこれは、まあ、世界最小級、まあ、かなり小さい充電器になってますので、まあ、コンパクトに持ち運んでね、充電できるのがメリットになってます。はい、では続いてですね、こちらですね。これはですね、まあ、何回か前の、2、3回前ぐらいのタイムセールで購入して、それから愛用してるんですけど、これは筋膜リリースガンっていうもので、まあ、要はマッサージとかをね、することができます。筋トレして、まあ、筋肉痛になったところとかを、まあ、ほぐしていったりとかね、することができますよということで、まあ、結構これね、疲れてる時とかに、まあ、肩やったりもしてもいいですし、足のふくらはぎとか太ももとかですね、その辺の、まあ、筋肉がちょっと凝ってるなという時とかにこれ使っていくとですね、まあ、結構ほぐれます。で、これのいいところはですね、まあ、すごいコンパクトなんですよ。まあ、でかすぎないので場所そんなに取んないっていうのと、 USB Type-C で充電できる、まあ、充電式になってますというので、まあ、フル充電すると8時間以上連続使用できるというところですね。だから取り回しがいいっていうのが気に入ってます。まあ、おそらくね、この大型の方が、まあ、ほぐす能力とかですね、そういったところは高いと思うんですけど、まあ、十分これでも効いてくれるので、まあ、気に入ってます。こちらがですね、今回8,999円のところが5,599円というところになります。38% オフですね。はい、続いてですね、定番ですね。これ、ウマテイン、プロテインですね。こちらも、今回安くなってます。まあ、これはですね、まあ、消耗品というか、まあ、どんどん減っていくものになるので、今回ね、まとめ買いまたしようかなと思ってます。まあ、やっぱりこの定期的にね、このタイムセールで安くなる商品に目星をつけておくと、このタイムセールになった時にまとめ買いするっていうふうに、できるので、結構お得になると思います。
で、こちらは、まあ、1つ 10% オフで4374円となっております。486円オフですね。あとお試しセットもあるので、味気に入るかどうかっていうのは、このお試しセットで試してみるっていうのもね、いいのかなと思います。個人的には結構このストロベリーはね、ハマってますね。はい、続いてですね、こちらは Amazon のエコーショー15っていうですね、こちらは、まあ、スマートディスプレイになってます。これは今年購入してですね、まあ、かなり良かったなと思っていて、カレンダーをですね、表示させることができるんですよ。で、このカレンダーっていうのが、この Google カレンダーと同期させることができるので、まあ、自分のこれからの予定とかがですね、まあ、常に更新されていって表示されてます。で、そうするとですね、例えば家族とかでこの予定の共有とかですね、しやすいですよね。あ、この日はちょっと予定あるんだとか、そういったのを、まあ、みんなでこう共有しながら使うことができるので、まあ、特に、まあ、自分一人で使ってももちろんいいですし、この家族とね、予定をちょっと共有しながら使っていきたいっていう時にも、すごい重宝すると思います。で、まあ、カレンダーだけじゃなくて、まあ、他にもですね、もちろんスマートディスプレイなので、この音声アシスタントで使ったりとか、まあ、ニュース聞いたりとか、まあ、付箋貼ったりとかですね、いろいろ使い方があります。もちろん動画見たりとか、ね、音楽を流したりとか、そういったこともできます。で、こちらがですね、今回 17% オフ、5000円オフの、24,908 円となっております。はい、では続いてですね、テレビですね、こちらハイセンスの65インチのテレビが結構、ね、コスパいいなと思ったので紹介してみます。一応最新のハイセンスのテレビはですね、ミニ LED に対応していてめちゃくちゃ画質いいんですよね。で、そちらは今回はタイムセールにはなってなかったのでピックアップしなかったんですけど、こちらはですね、一応これちょっと型落ちですね、2021年モデルなので、まあ約1年前のモデルになるんですけども、コスパはかなり高いと思います。65インチの 4K のテレビで、倍速パネル、120Hz 倍速パネルも入っていて、195,800円のところが 30% オフの138,000円となっています。一応中に、まあこういった Netflix とか YouTube、Hulu、Disney Plus、プライムビデオ、Unext とか、まあそういった主要なね、ストリーミング系のサービスの、まあアプリが入っているので、まあ、リモコンで直接起動して使ったりもできます。まあ、比較表があるんですけども、まあ、やっぱり画質的にはですね、ミニ LED と比べるとやっぱりちょっと落ちるとは思います。明るさとかですね、コントラストとかですね、そういったところは、少し落ちるとは思うんですけども、まあそれでもですね、まあ、映像のリアル感とか解像感をね、出すような機能とかも入っているので、まあ、そこそこ綺麗にはですね映ってくれるんじゃないかなと思います。まあ、65インチ級のね、大きいテレビをですね、まあ、ちょっと買い替えたいなっていう方はチェックしてみるといいと思います。で、一応もっと小さいやつですね、55インチとかだと、さらに安いです。こっちの方がお得感あるな。44% オフですね。162,800円のところは97,700円なので、まあ65インチはちょっと部屋置くの大きいなという場合なんかは、こっちの方がコスパが高いですね。44% オフになっております。はい、では続いてですね、ちょっと小物になってくるんですけども、最近この iPhone 14 シリーズがですね、発売されまして、やっぱりこの iPhone 14 シリーズのアクセサリーとかもですね、やっぱり揃えていきたいなという方も多いと思います。で、今回このニマソのガラスフィルムですね、こちらがもうタイムセールになってます。iPhone 14 Pro Max 用ですね。1199円のところが999円。まあ200円オフですけども安くなってます。まあもともとコスパがいいところなので、そこからさらにまあちょっと安くなってるという感じですね。で、一応今回プロマックス用をね、チェックしましたが、一応今そのストアの方に進んでいきますと、まあ、他のね、ガラスフィルムとか、まあ、ケースとかもですね、安くなってますので、チェックしてみるといいと思います。もちろんこのプロマックス用だけじゃなくてね、プロ用とかですね、もありますので、チェックしてみてください。あとね、これも気になるよね、このカメラのレンズカバーですね。こちらも今回タイムセールになってて、200円オフですね、なってます。レンズの出っ張りがちょっと気になるとかね、ちょっと保護していきたいなっていう時に、これをつけておくと、まあ、安心感は高まるのかなと思います。はい。これ買おうかな。ちょっと後でちょっと検討しておきます。はい。で、あとですね、ピタカのね、ケースですね。これも iPhone 14 Pro Max 用ですね。それこそ今ちょうどつけてますけども、こちらです。こちらの、まあ、ピタカのマグイージーケース3ですね。これも今回もう早速ね、タイムセールになってまして、5949円となっております。15% オフですね。まあ、結構、まあ、割引率が高いので、まあ、iPhone 14シリーズのピタカのケースで狙っていたっていう方はこれチェックしてみるといいと思います。これ何がいいのかっていうと、まあ、すごい薄型軽量で、まあ、ケースをね、装着している感がね、非常に薄いケースになってます。で、あと、まあ、軽いですし、これマグセーフに完全対応してます。要はこのケース側にもですね、マグネットが入ってるので、まあ、強力な磁力を持って、このマグセーフの、ね、充電器に、まあ、装着して、
充電もできると。まあ、マグセーフをしっかり活用していきたいっていう場合には、これかなり使いやすいケースになっています。はい、では続いてですね、これ Apple AirPods Pro。これ第1世代になるんですけども、まあ、割引が入っているので紹介してみます。一応ですね、Apple AirPods Pro ね、レビューしたばっかりで第2世代が出たんですけど、第2世代の価格がですね、まあ、通常価格39,800円なんですよ。まあ、約4万円ということで、まあ、非常にまあ高額なんですよね。で、その価格帯になってしまうとですね、やっぱりライバルが相当強いんですよ。やっぱり、まあ、ライバルで言うとゼンハイザーとかですね、まあ、そういったところのフラグシップの、まあ、イヤホンを超えるぐらいの価格になってますので、じゃあそこと比べてどうなのっていうところはやっぱり出てくるんですけども、まあ、今回第一世代の AirPods Pro に関しては、まあ、これ結構ね安くなってると思います。 11% オフで26,045円となってます。一応整備品済みですけどね、そんな感じで安くなっているので、 AirPods Pro ね、第2世代はちょっと高すぎるけど、まあ、AirPods Pro が欲しいんだよっていう方はこちらねチェックしてみるといいと思います。やっぱりこの iPhone とか iPad とか、この Apple 製品との連携力が高いとか、まあ、空間オーディオも使えますので、まあ、その辺を使っていきたいよっていう方は、こう第1世代でも使えますのでチェックしてみるといいと思います。もちろん第1世代でも、まあ、正直このノイズキャンセリングとか音取り込み機能っていうのは、まあ、未だにトップクラスにはいると思いますので、まあ、十分使えるイヤホンにはなっていると思います。はい、で最後ですね、Apple Watch SE ですね。こちらが今回、まあ、結構割引率高いです。 Apple 製品がここまで、ね、割引するって結構珍しいと思いますけども、今回こちらがですね 27% オフですね。で、Apple Watch の SE っていうのは、まあ、基本的に Apple Watch でできることはほとんどできるんですけども、Apple Watch SE で、まあ、上位モデルと比べて何ができないのかっていうとですね、まあ、血中酸素を測るところがなかったりとか、あと心電図のアプリがないとかですね、あとは、ま、高速な充電ですね、まあ、充電早くするっていう機能がなかったりします。まあ、普通充電になるっていう感じですね。ちょっとディスプレイのサイズとかベゼルが、ま、ちょっとね、旧世代のものになるとか、そういったところになります。ただ、決済をしたりとか、この Apple Watch でね、みんなが求めてるね、ほとんどの機能は、ま、対応してるっていう感じですね。で、こちらがですね、今回 47,800円のところが、27% オフの 35,120円となりますので、割引率はね、かなり高めですね。まあ、12,680円引きということになります。まあ、iPhone 使ってて、Apple Watch は使ったことないんだよな、まあ、買ったことないんだよなっていう方は、まあ、こちらから入ってみるっていうのはね、十分ありなんじゃないかなと思います。ちなみに 44mm のバージョンの方ですね、大きい方も割引率は一緒で 27% オフで、今回 38,060円ということになっております。はい、ということで今日はですね、こんな感じで Amazon のタイムセールの、ね、情報をチェックしてみました。一応もちろんですね、今紹介しなかったんですけど、 Amazon の Fire TV Stick シリーズとか、Amazon 製品もですね、まあ、かなり安くなってます。まあ、個人的にはこの Amazon の Fire TV Stick 4K Max はですね、今もですね、まあ、リアルタイムで結構ガンガン使ってる製品になってまして、まあ、非常に使いやすい製品になってますので、Fire TV Stick 系とかはですね、まあ、使ってなかった方は、ね、チェックしてみるといいと思います。まあ、そんな感じで今日はですね、9月の Amazon のタイムセールの情報を、ね、チェックしてみました。まあ、気になる製品とか、まあ、いい製品見つけたって方はぜひコメントください。ということで、今日はこんな感じで以上になります。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。